皆さんおはようございます。今日もよろしくお願いいたします。レーシックをやって1年ちょっと経過したと思いますが、その後目の調子はどうですか？目の調子めちゃめちゃいいです。僕去年の2月の1日にそうレーシックやったんですけど、もともと僕目が視力 0.01 でした。両方ね、0.01 で、小学4年生ぐらいからちょっとメガネをしてたんですよ、ずっと。で、中高大学社会人ずっとメガネで僕は過ごしてました。1年半前にレーシックをやりました。まあ、結果から言うと今ね、両目 1.5 です。僕の人生の中でやってよかったこと多分1位かな。レーシックは見える世界って本当にすごいと思いますし、感動しましたよね。で、レーシックはね、怖くてできなかったっていうのがあって、沖縄で受けたんですよ、レーシックを。もう目のことなので、ちょっとね、まあ、失敗とかそういうの考えるじゃないですか。もう絶対嫌と思って、もう日本で一番レーシックの症例件数を行っている病院どこかっていうのを調べたんですよ。それが沖縄になったんですね。はい、南城眼科と言いますけど、ここがね、日本で一番レーシックの症例件数が多い病院だったので、そこの先生にお願いをして手術をしに沖縄まで僕行きました。オペ時間、レーシックのオペ時間って皆さん何分ぐらいか知ってますかね？オペ室入って出るまで僕8分でした。めちゃめちゃ早いです。片目3分で、準備1分1分でね、オペ室入って出るまでね、8分で終わるんですよ、レーシックのオペって。洗顔麻酔をしてオペ室入ってベッドに寝て、なんか変な拡張器みたいなものを入れられて、膜を剥いで、あと全部レーザーか、全部機械でやるので失敗がないよっていうね。で、片目3分で終わって8分で終わりました、僕のオペは。出た瞬間すぐに目を冷やす作業をするんで、30分ぐらいずっと点眼、すごい冷たい点眼を入れて30分間だけ寝てて、で目開けたらちょっとぼやーっと見えるんですけど、まあ、その足で全然帰れます。普通にバイバイって感じで、はい、で歩いて帰ってみたいな。で、翌日朝起きたらもうすごい世界っていう感じです。で、オペした後はね、視力的にはね、まあ、1.0 ぐらいだったんですね。でもね、だんだんこう3ヶ月ぐらいでこう馴染んでくるっていうか、だんだんこう視力上がっていって、僕 0.01 の視力が今 1.5 に上がってます。見えすぎてもいけないのでね。でもレーシックって本当なんか刺身と一緒で、やっぱこう早くさばくみたいなことがね、一番重要だったりする らしいので、レーシックする時のオペ時間っていうのは、そう、10分ぐらいが、まあ、理想ってね言われてますけど、もうね、感動しますよ。まあ、その前にその朝ね、コンタクトつける、夜外すっていう作業って地味に時間食うじゃないですか。あれがなくなっただけでね、本当にもう得だし、コンタクト買い続けるとね、20年ぐらいで100万円ぐらい飛ぶので、それ考えるとレーシックパッとやった方が絶対に良いかなっていう感じ。で、レーシックもね、できる方とできない方ももちろんいらっしゃるので、まずは検査行っていただいて、そう、自分がレーシックに適用するかどうかっていうのを検査していただく感じです。もうレーシックは全部人間の手ではなくてね、本当 レーザーでずっと照射するので2分ぐらいね、なんでほぼほぼ失敗がない。オペ中に黒目が裏返ったりする方もね、いらっしゃるって聞いたことあるんですけど、その場合でもね、ちゃんとレーザーはちゃんと照射を止めますのでね、なんでその黒目だけをずっと照射するってレーザーなので失敗がないっていう感じ。15年ぐらい前から日本ではね、とても流行ってますし、タイガー・ウッズさんとかね、あとは松坂大輔さんとか、ああいうプロと本当超有名な方でもレーシックやってるってことはね、やっぱいいんだろうなってことが、ちょっと僕の決定権になりました。レーシック手術は何歳くらいまでできるんでしょうか？これもね、年齢ではなくて個々の、その目の状態で変わるんですって。まあ、老眼とかいろいろあると思うんですけど、とりあえず言っていただいて、レーシック可能かどうかっていう、そしてレーシックした方がいいかどうかっていうのは検査ですね。なんで個々で本当に違うらしいです。これは日帰りですか？費用はいくらですか？うん、日帰りです。でもね、まずね、術前検査っていうのがオペする1週間ぐらい前にあるんですよ。12、3個ぐらいの機械を使って全部検査をしてもらって、目の診断していただきました。で、オペが始まる3日前からメガネをかける生活、コンタクトレンズはダメ、オペする3日前まではメガネに変えて安静にしましょうみたいな。で、オペの前日はオペ前日の検査があるんで検査行って、オペ当日で、オペ終わったらその日に歩いて帰れます。で、オペして
その翌日は僕は検査をしに行きました。術後検査ね。で、術後検査は1週間後また検査をして、で1ヶ月後にまた検査をして、で3ヶ月後で半年で、もう一回僕半年っていう感じ。術後検査、まあ、1週間経つとみんな目見えるんで、あの術後検査行かないそうなんですけど、やっぱ検査はね絶対に行った方がいいです。はい。で、費用はですね、僕両目で19万円でした。20万切りましたね。多分ね、都内、東京都内の場合はね、多分相場34、5万ぐらいするんですよ。確かね。沖縄の方でやったのでね、そう、20万円ぐらいでできました。両目ね。両目20万円。意外と安いです。意外と安い。そう。でそこはね、その東京の人から紹介をしてもらったんですけど、その日本にレーシックを広めた、まあ、組織っていうのがあって、そこの結構重鎮の方がもともと静岡県と、沖縄県に2つ病院出していて、静岡はね菊川っていうところ、あとね沖縄はね南城市っていうね、沖縄の南の方ですよ、南の方、そこにね病院があるんで、で沖縄の方に僕は行ってきました。日帰りでできて、かつ費用は僕の場合は20万ぐらいでできました。あと東京都内、関東近郊は多分30万超えるかなと思うんで、まあ、そんなね相場になってます。佐伯さん、検査は東京で行ったんですか？そう、そのね検査はどこでも OK です。うん、大体検査はね、僕は系列店に紹介していただいてですね、東京の南青山アイクリニック、今ねチャットで送りました。ここがね、日本のもうレーシック界のもう大重鎮の先生がねいるんですよ。ここが一番有名かな多分。うん、戸田彦先生っていう方がいるんですけど、その方が日本にレーシックを持ってきたそうです。はい、でそこで働いている方の中で、ちょうど静岡県と沖縄県、あ、沖縄の方に、店舗出した方がいて、その方のところに僕は行って、はい、オペをさせていただきました。で僕の検査はですね、この南青山アイクリニックの戸田先生にやってもらいました。まあ、検査はそんなに吐き気がしないと思うので、ぜひね検査だけでもぜひぜひ行ってみてください。ここのクリニックめちゃめちゃ人多いんで、はい、予約必須です。なんで検査は東京でやって、で術前のね1日前の、日から沖縄に入って、はい、オペして、翌日ゴルフしてですね、ゴルフもね見えるんですよね、打ったらボール見えちゃうんですよ。そこね、オペして翌日ゴルフをして帰りました。でもね、レーシック終わった後はね、1週間は必ずゴーグルをねつけるんですよ。砂が入っちゃうとダメなんで、なんでゴーグルを、白いゴーグルね、うん、あの花粉症みたいなゴーグルをつけて1週間生活をするんですけどね。田中さん、乱視、近視、老眼にも有効でしょうか？3つとも同時にあります。これね、あの3つある方も本当検査なんですよね。僕の方で言えないんですよ。うん、そう、有効の方もいらっしゃるし、有効でない方もいらっしゃるんで、これも検査しかないですね。うん、本当に僕もね、もともと結構強い近視があったんですけど、はい、あと角膜の厚さにもねよるんですよね。角膜の厚さが薄い方はレーシックできませんし、厚い方はね、そう、一回オペして、ね、もう一回オペっていうのもできるぐらい厚い方もいらっしゃるので、本当にここでバラバラなので、ここでぜひぜひ検査で、はい、対応の方よろしくお願いします。はい、ではね、今日も朝活皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、おはようございます。リンクの影山です。リンクでは毎朝6時半から7時の30分間だけ朝活をしています。テーマは何でもよくて、朝の読書とか、頭の整理とか勉強とか運動、何でも OK です。で、誰でも参加できて、僕は毎朝参加しています。で、朝活の終わりにはその日の最新のニュースとか、あとお届けしたい情報っていうのをシェアしたいと思いますので、ぜひ参加一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。